どうも、ビアジュチャンネルのちゃんです。アホです。今日はですね、皆さんが気になってるけどなかなかね、突っ込めないちょっとデリケートな問題にね、踏み込んでいこうと思います。はい、2人の顔の大きさどのくらい違うのというわけでね、じゃあ見てるとね、思うと思うのよ。結局よ、私割とちっちゃいねって言われる。私は割とっていうか割とでかいねと言われるんですよもうね、昔はやっぱコンプレックスではあったのよね。顔でかい、肩幅広い、あー、ね、よく言われる。私の顔の大きさとちゃんの大きさどのぐらい、実際ね数字で表してみたら体操違うんじゃないかということで大きさをね測っていこうと思います。はい、やっていきましょう。よいしょ。よし、はい、だいたい平均ってどんぐらい。平均はですね、女性の平均が 21.3、 高さが、横幅が、15.2 だったっけな、ぐらいだそうです。これより上回ってしまったら平均より顔が大きいっていうことになります恥ずかしいな、はい、くっつけてさあいくつよ。下からね、下からだから、お、20.1 横ってどうやって測んだ。どうやってやってた。こうやってやってた。受ける。これじゃあ上にちょっと延長線上にぶっ刺します。はい、はい、こんなもんでしょう。13センチ。13センチ。じゃあかほちゃんに、はい、行きましょうでは、はい、かんちゃんね、ピンとした？うん、はい、じゃあ、でも待って、なんかそうでもないんだけど、こう下でしょ？うん、あ、22センチですね、ほらほら見たか、ほら22センチだぞ。22センチですね。ほらそうでもねえぞ、意外とこうだ、次こうだ、こう、これで合ってる？まあいいや、動いちゃダメだね、動いたらね、うん、ちょっと待ってね、そしたら OK、 はい、よっしゃ、内側だってこんなちっちゃいわけないちょっと待って、本当だよ、それはない。というわけでね、さっきで壁と一緒使って測ってみたんだけどね、全然おかしかったのよね私の横の幅が11センチぐらいしかなかったっていうことになってしまっていたのでちょっとやり方変えます、はい、めっちゃシュールじゃんこれこんな、ここまっすぐ、うん、まっすぐ、え、23 鼻水出ちゃった。23 3ですか、4でかいやん10.9 というわけでですね、計測は終わりました。はい、じゃあ面積をね出していこうと思います。はい、私の顔の長さが 23.4、 14.9、でちゃんちんが、20.8。 もうこの時点で大きく違うからね、3センチったらお前やべえかんな。横が 14.3、 ここはあんま変わんなかったんだけど、うん、本当かよって私は思ってます、うん、であの計算のねサイトをね元にね、ちょっと面積を出していこうと思います。はい、私は271平方センチメートルね。おお、結構違いが出てきましたよこれは。東京ドーム面積、絶対計算が違う絶対計算が違う
の面積は 0.047km 平方キロメートルなので、私たちの顔の大きさの、まあ、東京ドーム東京ドーム何個分かですってなっちゃう。まあ、おかしいね。ちゃんの顔の大きさは 23.1 平方ミリメートルでした。あ、違う、231平方ミリメートルでした、はい、で、私ね私は271平方ミリメートル、これはまあおそらく合ってます。おそらくね、おそらくだからね、ちょっと違ったら教えてください。で、これをですね、なんかサイトがあって換算してくれるサイトがあるので、平方ミリメートルを平方メートルに換算していこうと思います。はい、じゃんちん。0.000231平方メートル、はい、ですね、うん、で、私が多分まあ換算せずとも 0.000231平方メートルになると思います。平方メートルね。でですよ、ここまでできたのよ。そしてこの後ですね、東京ドームの面積調べたところ 0.047kph です。 0.047kph ね。これをさっきのサイトでちょっと待ってね、換算していきます。47,000平方メートルになるぜ。なります。これをもとにですね、まあ、単純に割り算していきましょう。47,000でしょ、割る 0.000231 は 203.、 違うな、これなんだ、点、え、 2億1,10,100,1,000,100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 ,
2億ぐらい入れるでしょ。2億それ合ってる合ってる合ってる、これは絶対2億346万3203人分。本当かよ、これ本当、これ本当、これは本当。いや果たして私のこの顔の大きさ何人分の差が出てくるかっていうのは私は知りたいわけよ。あ、なるほどね、はい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 。ほら、え1億人めっちゃ減ったんだけど、1億7000。ちょっとマジで1億7343万1734人。やばい。というわけでこれ引き算するわけよ。3003万1469人分分分ちん、これね、ほんと